おはようございます。ライフサイエンス統合データベースセンターの山本です。今回はまず今日2回やるんですけど、最初はこのスパークルの基礎ということで、今ずっと川島さんの方から連絡あり、紹介しましたRDF のデータベースですけども、この RDF のデータベースに問い合わせをするための言語としてスパークルというのがあります。そのスパークルについて今回簡単にご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。で、そもそもスパークルとは何でしょうかっていうことなんですけども、今言いましたけども、問い合わせをするための言葉ですね。日本語とか英語とかとあるのと同じように、これは機械の中で人間が作った言葉ですけども、その RDF っていうデータベースに対して問い合わせるための言語になります。で、じゃあそれは一体どんなふうになってるのかっていうと、基本的に、これからだんだん複雑な表現が出てくるんですけども、もうずっと頭の中にこう覚えておいていただきたいのは、この穴埋め問題ですよってことなんですね。RDF のデータがさっき主語、述語、目的語のトリプルですってことを伝えてましたけれども、そのトリプルのどこかの一つだけ取ったりして穴埋め問題にすると、そうするとその穴埋めに入っているものは何ですかっていうふうに問い合わせに変わりますので、そういう形でスパークルっていう問い合わせ言語は作られているっていうのが大原則になってますので、これをまずは忘れないようにしていただければ、これからご自身でクエリを作るときにも役に立つんではないかなと思います。で、長々とは、あとでもう皆さんよく頭の中に入ったのかなと思うんですけど、ちょっと簡単におさらいしておきましょう。で、RDF は文ですよってことで、これ三島ということで、DBCS が2つありますけども、柏の葉と三島がありますけども、本日三島の方から来てらっしゃる方もいらっしゃいますので、ちょっと三島ということで例にしています。で、三島市の人口は10万8925人ですっていうことが、今年度30年の4月1日現在のデータということで公表されています。で、これを、トリプルで表現するとこうなりますということですね。三島市の人口は10万8925人ということで、これですね、主語、述語、目的語で、これ、さっきは英語で書いたんですけど、これはもう少し日本語で親しみやすくしてます。で、このコロンっていうのは何だかっていうのは、先ほど言ったように省略形なんで、実はこれは URI ですよっていうことが案に示されているわけですね。で、これがリテラルということで、この丸が URI と、で、この矢印で述語、これも URI で、この四角がプレディ、えーと、リテラルということで、実際の数字になっているということで、全てはこれで出来上がってますと。で、RDF はグラフですからこんな形ですね。で、三島市の人口の他にも、この三島市っていうものを主語にして、いろんな三島市に関する情報がこういうトリプルで表現することができますということですね。で、ここがこの向きが逆になってますけど、これは静岡県の市は三島市ですよっていう形ですね。で、三島市の人口はこんな感じで、市長は豊岡武さんと。で、三島市の属している国は日本ですみたいな感じで、どんどんと情報を付け出すことができるということで、さっきスキーマレスとかスキーマがないデータベースというふうにお伝えしてましたけども、同じような形でこう新しく情報をまた付け足したいなと思った場合は、これに対してまた一つこう付け足していくだけで、どんどんとこのデータベースがリッチになっていくっていう形になっています。で、URI はかリテラルしかありませんということですね。で、実際にはこの三島市っていうことを示す URI として、例えばこういう2つありますと。他にもいくつでもあるんですけど、これはもうよく知られているその DBpedia の三島市を表現するための URI ですし、こちらはそのまた同じように Wikipedia のデータベース版ということで、 Wikidata っていうのがあるんですけども、その Wikidata での三島市を表現する URI はこういうふうになってますと。で、これはもう完全にもうこれを見ただけでは全く何が何だか分かんないですけど、この9の653478っていうのがこの三島市っていうことを示す ID なんですね、このウィキデータの中では。ということなんで、この URI を指し示すことで、これは三島市という静岡県にある三島市を示すことになっています。こんな形ですね。で、こんな感じで、URI とリテラルの違いとしては、グラフの中でこの URI は目的語にもなりますし、主語にもなりますと。だけども、リテラルは目的語にしかなりませんということですね。なので、グラフの中で言うと、この URI は入りと出が何個でも自由ですけども、リテラルは入りが1つしかないようなノードになっていますという形です。で、これでおさらい大丈夫だと思いますけども、これでスパークルの説明に入っていきます。
で、穴埋め問題と言いましたけども、なので今の問題について、この三島市のデータについて穴埋めにするとこんな感じになりますよね。三島市の人口は何人、はて何人ですと。で、こんな感じで表現できます。こうすると、三島市の人口は何人ですかっていう質問に変わります。よね、いいですよね、これ。で、こんな感じですね。で、さらに人口が10万人以上の都市はどこですかっていうと、こんな感じになって、で、これはその、これが主語で目的語で人口っていう、その構成は変わってないですよね。で、それぞれ穴が2つあって、で、そのただしここの主語は属しているのは都市ですよということです。で、しかも条件がついていて、ここに入っている Y っていう目的語の数値っていうのは10万以上にしてくださいっていうふうな表現に変わります。で、これで人口が10万人以上の都市はっていう質問になりますと。で、これをあえてこの穴埋め問題にするとこんな感じですね。この X は都市で、こうですね。で、人口は Y 人ですと。ただし、人口は10万人以上ですっていう、こういう質問ですよね。なんで、こう穴埋め問題をこう作っていくという感じで、このスパークルっていうものを構成していくっていう原則になっています。これ大丈夫ですかね。こうやって頭の中で考えていくと、結構簡単にスパークルっていうものを作っていけるんじゃないかなと思います。で、さらにもう少し問題を複雑にしていくと、人口が10万人以上の都市はいくつありますかっていうと、またグラフの構造はほとんど今と変わってないんですけど、今度さらにここに入っている、この X に入る都市の数がいくつあるかってことを数えましょうっていう問題に変わるんですね。いいですね。これ、こことここですね。これが同じですよね。これがあって、で、都市がいくつですか、都市はどれですかっていう質問だったんですけど、そもそもそこの都市の数はいくつですかっていうのにこう変わると。こういうこともスパークルを使ってできるんですね。なので、こういうふうに大体こう頭の中で問題を作っていくときは、こういうような感じのイメージをしていくといいかなと思います。これで具体的にはそのスパークルっていう言語の、約束ごとで書かなくちゃいけないので、ちょっと複雑になってとっつきにくいところはあるんですけれども、原則的にはこんな感じで頭の中でこの問い合わせしたい内容を構成して、最後にスパークルっていう表現方法を使って、機械に問い合わせをするっていう形になります。で、さらにこんな感じですね。もう一つ同じ構成があって、さらに今度国ですね。人口が10万人以上の都市のある国はどこですかっていう質問にも、こんな感じになって変えていくだけで出来上がるわけですね。これもほとんど構成変わってなくて、さらにここに一つトリプルの形をした穴埋めが入っただけですね。で、そうすると、もうここは今度知りたいのはここだけなんですけど、他にもこういうふうにどんどん穴を増やしていくだけで、そこに入るも答えを入れるような質問を作るようになっていきます。で、これを全てスパークルで表現しましょうということでできるようになってるんですね、これが。で、このスパークルってそもそも何だろうっていうと、さっき問い合わせなんですけど、これがRDF と同じように W3C のレコメンデーションというところで、ことでちゃんと規定されてまして、これは全てオープンですので、誰でもインターネットをアクセスすれば、この仕様を読むことができるようになっています。で、それは11の文章でできてて、こんな複雑なんですけども、これをもちろん今これから全て紹介することはとてもできないので、一番単純な先ほどのこう質問内容をどうやってスパークルを使えば表現できるかっていうところを紹介していきたいと思います。で、さらにこんなふうにいろいろ分かれてるんですけど、ここだけですね。この今日はここです。スパークルを使うと、そのスパークルを問い合わせする対象のデータベースの内容を更新することもできるように規定はされてるんですけど、そういうことは今日は割愛して問い合わせをするっていうところだけを紹介していきます。はい、これですね、セレクト。で、こんな感じです。先ほどの穴埋め問題がスパークルを使うとこんなふうに表現します。いいですか。で、ここがタートル形式によく似てると思うんですね。こういう感じで主語、述語、目的語っていうふうに書くんですけど、それのどこかをこういう形で、今まではここにリテラルとか URI を入れていましたけど、その代わり今度はクエスチョンマークと文字をつけることで、ここが穴埋め問題の穴に変わるんですね。で、そうすると、ここに入るものは何ですかっていう質問に変わるので、そういう形でこう問い合わせを構成していくと、それに対応するデータが RDF の対象となっているデータベースの中にあれば返ってくるということになります。はい、いいですか。
いつでもちょっと分かんなくなってきたりしたら、質問していただければと思います。これが一番単純なスパークルの問い合わせ方法です。で、ここに書いてあるこういうのを、先ほどタートルって言いましたけども、こういうふうに何か一つクエスチョンマークが入ったりするものをトリプルパターンと言います。このパターンなんですね。これトリプルっていうのは述語、主語、述語、目的語の3つ組なのでトリプルですよね、英語で。なのでトリプルを、しかもこれでこのパターンっていうか、テンプレートみたいな形で表現しますので、これをトリプルパターンと言います。で、さらに先ほど10万人以上っていう条件をつけましたけども、それはどうやって表現するかというと、こんな感じになるんですね。フィルターっていうのが出てきます。で、こうすると、例えばここが、この主語をまた穴に変えて、クエスチョンマークの C ってなってますけども、この主語の人口はクエスチョンマークの O ですっていう表現が一つ来て、で、それかつって、このトリプルパターンをこう並列にしていくと、それらの全ての条件が全てマッチするっていう条件を表現することになりますので、この場合はこの C の人口は O ですっていうこと、かつ C は都市に属してます。そしてその目的語のこの O が10万以上のものだけにしてくださいっていう、全てこの3つが、全てが成り立つものを探してくださいっていう問い合わせになります。で、よく先がピリオドを忘れたりとかした言い方なんですけど、ピリオドというのはそのトリックに対してあるので、その問い合わせ言語に対してはない。問い合わせ言語っていうのは、セレクトホエラあ、のはいはい、ないです。そういうのはない。ないですね。ここの、トリプルストア、トリプルパターンの最後にピリオドがつくっていうのは、タートルと同じ理由からですね。ここで文が終わるからっていうことで。各行の終了というのはリターンによって理解してもらう。ここですね。ここはそうね、特にリターンじゃなくて空白でも何でもいいんですけど、ここがピリオドってなってれば、この3つ組が終わるってことを表現しているので、このままもう一つここにこの文字をつなげても問題ないです。一行表記みたいなことができる。できます。空白が入っていることが多分重要だと思うんですけど、ピリオドの後に空白入れて、もう一つトリプルパターン変えていくっていうのはできるという形になってます。前にスペースは入れるんですか？確かに入れるね。入れなくても行く時はあるかもしれないですけど、多分規定としては入れることになっていると思ありがとうございます。います。結構実装依存なところもあって、そういうのを OK にしたりする時もあるんですけど、開けた方がいいと思います。よろしいですか？これからもうどんどんこんな感じで展開して複雑になっていきます。で、これがマッチした件数を数える方法ですね。これ10万人以上の都市はいくつありますかっていう問い合わせがありましたけど、それをスパークルで表現するとこうなりますよと。カウントっていうものが出てくるんですね。いいですか？これはセレクトのただ単にクエスチョンマーク C って書くと、このクエスチョンマーク C には当てはまる答えが返ってきますけども、これをカウントでこうくくってあげると、今度そのクエスチョン C に入っている答えの数が何個ですかっていう質問に変わります。ここは全く変えなくても、ここだけを変えるだけで、そのここに当てはまる答えの数を数えるっていう方法になります。これですね。これとこれ。ここは全く変わってないです。ここだけ変わります。そうするとこのカウントした結果を N っていう変数というに入れて、その答えを返してくださいっていう問題に変わります。いいですか？で、その次にこれになって、今度は重複ですね。これ対象となるデータベースの内容にもいろいろ、もちろん依存するんですけど、条件に当てはまる結果が複数ある場合がありえるんですね。そういう場合に同じ結果が複数出てくるのをやめたいっていう場合は、このディスティンクトっていうおまじないをつけてあげると、ここの内容が重複しているのを全て取り除いて、ユニークな結果だけが返ってくるようになります。
なので例えばここに日本が10個この単にここの中の条件に当てはまる RF データを検索すると出てくるとしても、これを使うと1つになるということになります。はい、いいですか。で、次このユニオンっていうのがあるんですけど、今まではここにホヤの後のこの中括弧の中にこう列挙していくと全ての条件が当てはまる時だけっていうふうにお伝えしましたけど、またはっていう表現もしたいなっていう時は出てくると思うんですね。で、そういう時はこのユニオンっていうのを使います。そうすると、この中括弧に書いてあるこのトリプルパターンと、この中括弧に書かれるトリプルパターン、このユニオンの前後の中括弧の中のパターンのどちらか、いずれかがマッチすれば、それが結果として返ってくるっていう問い合わせになります。今までは、全てここに書くと AND 条件ですね、全てが成り立たなくちゃいけない、かつだったのが、ここはこことここだけはまたはに変わるということになります。はい、はい、ここに、ここのセレクトの後に実際に欲しいデータの内容を列挙するんですけども、この場合は C と O が書いてあるので、 C、 その町か村の名前とその人口が返ってくるっていう形になります。よろしいですか。状態でもスパークルって書けるんですか。要するにセレクトのところも O を出力で求めないで、フィルターもかけないで、だらしが人口でだらおみたいになってるような状態で、レアって使えるんですすいません、か。O がこの中に一つも出てこない。他のところで参照しないでもスパークルって通るんですか。セレクトだけに出てくるけど、こっちには何も出てこない。ウェアの中ではい。1回だけ出てくるけれどあ、も、こっちに書かない。こっちにも書かないで、フィルターもかけないっていう状態でも使えます。使えます。セレクトに必ず最低限1つは何か書きますけど、この中で使ってるからといって、このセレクトに出さなくてはいけないっていうことはないので。じゃあ、なんか何か謎の変数を置いておいて、とにかく人口っていう述語でつながっているものだけを引っ張ってこいっていうのもできる。できます。ですね。パターンでどこをその変数に変えてもいいですし、その変数をここに入れなくても入れてもいいですし、ここの中には条件が書くし、ここをセレクトの後は結果として欲しいものだけを列挙しますので、ということでいいのかな。よろしいですか。なんで、なんていうのかな、一番たくさん、とにかく検索対象の RF データベースの中身を列挙しなさいっていう場合は、すべてここ、例えば、クエスチョン S、クエスチョン P、クエスチョン O ってやって、それだけをフェアの後に書いて終わりにして、このセレクトのところに SPO って書くと全部のデータが返ってくるということになります。よろしいですか、皆さん。で、あともう一つがこのオプショナルっていうことですね。これは今ユニオンはまたはでしたけど、オプショナルっていうのはここにある条件にマッチするものがあれば、それをここに入れてくださいと。なければ別に無視して、ここだけの条件でマッチするものをここに返してくださいっていう問い合わせになります。ですので、ここに返ってくるこの結果として、仮にこの、都市のこの何か、この C っていう都市の首長、市長の名前が入ってなかったとしても、そこは単に空欄になるだけで、ここにこの都市名が返ってくるっていう検索をかけることができるようになります。あればここに名前が入るし、なければ単にここが空欄になるっていう結果になります、このクエリーは。ですかね。で、これが今度はこっちのグループバイっていうのが出てくるんですけど、今度検索結果を集計したいという時にどうやってやるかっていう方法です。で、これは
でグループバイの N っていうのが出てきましたね。でこれは何をしたいかというと、ちょっとこの三島市とかっていう質問とちょっと変わったんですけど、この山の話になったんですけど、まあ、ある国に山があるとします。この山ですね、これは。でその山の標高が H に入りますということですね。で国ごとの山の標高を調べたいっていう時に、国でまとめたいなっていう時にはこのグループバイっていう言葉を使うんですね。でこのグループバイっていうのを使うと、この国ごとにこの山の 標高を順番に表示していって見ることができるようになると。単にこれをなくすと、一つ一つが単にどこでそのカウントした結果をまとめるかっていうのがわからないですけども、ここにグループバイって入れることで、国ごとに国でまとめてその数が何個あるかっていうのがわかるようになるということです。ここに国が入って、その国の2000メートルを超える山の数がいくつですよっていうのが出てくるんですね。国ごとに2000メートルを超える山の数が返ってくるっていう問い合わせに変わります。よろしいですか。ちょっと複雑になってきましたけど、はい、カウント、はい、カウントが R でその何とかっていうのが入ってくると思うんですけど、はい、その後にアズガラ NC っていうのをつけない場合とつけた場合は何かか、これはもうそういう約束なんですね。このカウントして結果をこういう別の変数に入れなくてはいけないっていうスパークルの決まりになってます。はい、一部 のバーチ要素っていうのを使うとなくてもいっちゃうんですけど、スパークルという言語の仕様としてはこういうふうに書かないといけないということに。カウントとアズっていうのが1個のセットになってるっていう考え。そうですね、ここのセレクトで使う場合はその何かしらこういう集計する、他にもいくつかあるんですけども、この集計する関数とともに使った場合はそれをその結果を別の変数に入れて返さないといけないっていう規定になってます。はい、はい、カウント N になってますけれど、はい、カウント C ではなくてですか、山の数日本には15個山がありますよと返したいってことですよね。国ごとにその国がいくつ、この国に入っている山の数を数えるので、これ多分どっちでも変わんないんじゃないかな。変わらないような気が。この C 国 N っていうトリプルがいくつあるかを数えていることになるので、結果的にこっちでもこっちでも同じ結果になると思います。ちょっとこれ架空のデータベースなんで試して結果が出てくるか分かんないですけど、僕が考えるにそうなると思います。でその辺も自分の頭の中でこう何ていうのかな、思い立った通りにこうそういうクエリを作ってみるっていうのはいいと思いますね。それで結果を確認して思い通りになってたらそれはそれで問題ないですし、ちょっとなんか思う期待と違うなと思ったら少し調べたりとか、ここのカウントを外して実際どういうデータが結果として返ってくるかを調べたりとかいうふうな形でデバッグというか試行錯誤をして目的のデータが返るようなクエリを作っていくということでいいと思います。よろしいですか。はい、でさらにもう少しちょっと分かりにくいこのハビングっていうのが出てくるんですけど、この辺って実は、SQL に詳しい方は、すぐに頭に入ってるのかもしれないんですけど、あまりその SQL を使ってない場合は、これ、それぞれもう一つ一つの概念を頭に入れていくといいかなと思います。で、このハビングっていうのは、ちょっとカウントと似てる、カウントじゃない、条件の、こっちのフィルターとも似てるんですけども、このハビングだと、この一回集計した結果に対する条件をつけることができるんですね。ここのフィルターのこの条件ですと、具体的なこのトリプル一つ一つの条件をここに規定しますけど、このハビングって書けると、これを全て今国何個あるかっていう問い合わせを作りましたけれども、このカウントした結果として少なくとも 2000m を超える山を持つ国だけを列挙してくださいみたいな形にが2つ以上ある国だけを列挙してくださいっていうふうに変えることができるんですね。
なのでこのハビングを使うことで一旦ここで集計した結果のその結果を使った条件をここにつけて、でそれだけを全体のクエリの結果として取得することができるようになります。はい、いいですか。こんな感じでいくつかそういう言葉の決まりが順番に出てきます。でさらにその表示の結果の順番も決めることができますと。照準にしたいとか高順にしたいというところはここでできます。オーダーバイってやるとここで書かれた表現のそのうち、この場合は高順ですから 2000m を超える山の多い国の順番でこう列挙されていくわけですね。これどこでしょうね。でもね、実際スイスかなんかですかね。 2000m を超える山が一番多いの。まあそんな感じで一番多い国が順番にこう入っていくって感じですね。いいですか。これこういっぱい出てきましたけど、穴埋め問題であることは全然変わってなくて、穴埋め問題に対するいろんな条件をこういっぱいつけていくんですね。条件をつけたり、こう表現結果の列挙の仕方を変えたりとか、その結果で出てくるものの一部だけを出しなさいとか、そういういろいろあれやこれやこう指定していくことができるようになってますけど、基本はここのトリプルパターンの&条件で3つに書かれたところですよね。標高がやって、それは山であって、それの属する国っていう、この3つの条件がマッチするデータをまずは RDF のデータから全部探してきて、その探した結果としてそれが 2000m を超えるものだけにしなさいですとか、さらにそれを持っている国は2つ以上のものだけに限ってくださいと。でさらにそれを表現列挙の仕方はたくさんある国の順番で高順で出してくださいっていうふうに条件をどんどん付け出しているだけで、ここの穴埋めは変わってないっていうことでよろしいですか。はい、いいですか。であともう一つこのリミットオフセットがあって、その結果として出てきたものの一部だけを表現したい場合ですね。リミットはその列挙する結果が10件以上あった場合でも10件だけに絞ってくださいと。でしかもオフセットっていうのはそのうち何番目からかっていうことを指定するので、0なので一番最初から10件分だけを表示してくださいっていうのをここに書くことができます。なんでこのリミットオフセットはこのオーダーバイとセットであることが案に要求されてるんですね。これじゃないとこのオフセットの10っていうのは一体どこの0番から10個なのかっていうことがわからないので、オーダーバイでその順番を規定して、その順番のうちの0番目から10個分だけを返してくださいっていう指定に変わりますので、こことここがセットであることが要求されてます。実際は書かなくても出ちゃうときあるんですけど、はい、ここはないですね。これアンド条件ですので、はい、論理的にはどの順番であっても同じ結果になりますので変わらないんですけど、実装依存の部分はありますので、どっかの実装ではこっちを先に書くと早かったりとかっていうことは起きるんですけど、スパークルの言語としてはないです。はい、いいですか。でこんな感じでこういういろいろ今順番書きました。さらにこれをこういうふうな順番で書かなくちゃいけないとかっていう約束事がありますよと、まあ、こういうことで、まあ、注意してくださいということですね。であとスパークルを書くときの注意点としていくつかありますと。でこれがそのリテラルの型と言語タグっていうことで、先ほども少し触れてましたけれども、こんな形でその最初にスパークルでリテラルを検索するときによくハマるポイントとしてこれがあるんですね。でここにこのダブルクエートクオーテーションの後にちゃんとこうインテジャーみたいな形で型を書くと、それにマッチしたものしか返ってこないようにはできるんですけど、ここでその例えばこんな感じで1234ってこう単にこのダブルクエートクオーテーションもなく書いてあった場合はこのインテジャーとして同値として検索されますし、123.4 っていうのをクオーテーションなしでここに書いてあった場合はこのダブルクオーテーションの後にデセモっていう受信数っていう型がついていることと一緒というふうに扱われたりしますと。でその一方でこっちの、JA がついているとそれは言語タグがついている、プレイン、リテラルっていう表現方法に変わるんですけども、言語タグがついていないと単純リテラルっていうもので別物になってしまうんですね。なので、まあ、ここはまだ分かりやすいかもしれないですけど、ここが特に分かりにくくて、なんかその直接
具体的なリテラルをこうやって検索かけた時に何もヒットしなくて入れたはずなのにと思ってみると、 RDF のデータの中にはこうなっていたりとか、逆にまあそれをこっちで検索すると RDF のデータの中はこれしか入ってないと、これお互いに別物として扱われてしまうので検索結果に出てこなくなってしまうので、これはちょっと検索する時のと検索する時と RDF のデータを作る時の注意すべきポイントになります。よろしいですか。で、あとプレフィックスは同じですね。タードルの時と同じように、スパークルでも単純、省略表現ができますよと。っていうことですね。で、こんな感じでよく使われますと。で、今まであとスパークル何個も例をお示ししてきましたけども、省略できる部分が実はありまして、何度も何度も書いていたこのホエアっていうのはなくてもいいんですね。なのでセレクトなどにいきなりホエアを書かずに中括弧で条件トリプルパターンを書くことができます。あとここで何個もこうパターン書いてあったんですけど、その一番最後のパターンだけピリオドがなくてもいいですよっていうことなんです。で、あと今ご質問あった通り評価順序は変わりませんと、こう書いてもこう書いても同じですよということですね。はい、よろしいですか。スパークルの基礎はだいたいこれだけあれば大体何でも問い合わせできるかなと思います。一番先ほどお示ししましたけど、スパークル自体はもっとたくさんいろんな規定があるので、その複雑回帰にいくらでもなるんですけど、一番簡単な問い合わせという意味では今のものだけ使っていけばほぼできるんじゃないかなと思います。必要な検索は今のを使うことで組み合わせれば大丈夫かなと思います。で、まあ、こういう DBperia でのこういうところに実際自分のブラウザでアクセスすると、そこにスパークルのクエリを書くことができて、で実際そのクエリを発行して結果を得ることができますので、ご興味のある方はここにアクセスして今ここで紹介したいろんなクエリを試してみるといいかなと思います。ただクエリの実際のコロンの後のミシマシとかっていうのは実際の DBpedia には入ってませんので、そこは実際に DBpedia に入っている URI に置き換えて行う必要がありますけれども、それを置き換えてクエリを書くことでその結果をその場で確認することができますので、お試しいただければと思います。スパークルはこんな感じでいいのかな。あとプログラムを書く人にはこういろいろありますよと。あと DBpedia の他にもいくつかのスパークルエンドポイントが公開されていて、そこでご自身で自分の好きなスパークルクエリを試すことができるんですけど、その中にこういくつこういう安がいいとかっていうサイトがありまして、ここに行くとDBpedia のジャパニーズではなくて英語版が初期設定にはなってるんですけど、そこでクエリを作って試すっていうことができて、でここの何がこの安がい .org に行くとメリットかといいますと、ここは非常にその UI が優れてまして、その場でスパークのクエリを中の文法をチェックしてもらって、で間違っていたらそこでここは間違ってますよとか、プレフィックスはこういうのあったらよく使われてますっていうものを自動的に保管してくれたりですとか、いろいろそのクエリを作るための支援機能が充実してるんですよ。でそこを使ってスパークルのクエリを作りやすくしてるってところが特徴になっているサイトです。あと、まあ、こういういくつか実際にスパークルを試すところサイトがありますし、ここはスパークルを書かなくても RDF データを、閲覧することができるサイトですね。ここに行くとこれも初期設定では確か英語版の DBpedia だったと思うんですけど、ここに行くとその DBpedia の中のデータがどうなっているかっていうものをスパークルを書かなくても主語とか述語とかのあとクラスかなんかいろいろ列挙されてきて、そこを選択していくだけでそれにマッチするデータセットがざっと出てくるんです。なのでここはそもそもどんなクラスにどんなデータが入っているかよく分かんないっていう時にはここに行ってみると、そういうあるクラスにはこういうデータが入っているんだなっていうのを確認できるっていう意味での閲覧しやすさがあるので、データベースの中をいろいろと調べたいという時にはこういうのを使うと便利です。ただこれも DBpedia の他に自分の好きなサイトが入れられるかどうか、確か入れられたと思うんですね。スパークルエンドポイントの
URL をこのサイトの中のどっかあのフォームに入れると同じようなことができるようになってたと思うので、いくつか試してみるといいかなと思います。あまり大きいデータですと時間かかってしまうんですけど、軽いデータだとそれを試すことができます。あとここ布石っていうの、これはあの、先ほど最初に触れましたけど、スパークルでは自身のデータベースをそもそも更新することもできるんですよってことをお伝えしましたけども、それがであのしやすい時に、あしたいなと思った時に、この布石っていうところからあのツールをダウンロードしてインストールすると、自分の PC の中にトリプルストアがインストールされますので、そこで実際にデータを入れたり変えたり問い合わせをしたりっていうことが全部自在にできるようになります。これおすすめですので、自分でそのスパークル問い合わせして自分のデータを作ったり、自分のデータに対していろいろ変あの更新をしたりってことを全部スパークルで試したいっていう場合には、このツールを使うのとてもおすすめです。でこれはあの問い合わせをするわけではないんですけど、いろんな世界中で公開されているスパークルのエンドポイントが今どんなふうにあの稼働しているか、ちゃんと死活確認して最近は動いてますよとか、そういったあの現状のモニタリングをするためのサイトです。これを見ていくと、まあ、どういうエンドポイントが世界で上がっていて、でそれが今どんな状況であるかってことが分かりやすく見えるようになってます。であと生命科学分野ですとこんな形で、まあ、統合ゲノムは DBCS の方で作ってますし、あとウィキゲノムズっていうところもあの海外の、組織が開発してますけど、こんな形であのトリプルストアが裏で動いて、それを使った UI が提供されているサイトになります。で、まあ、サーコン文献としてはこんな形がありますということですね。はい、ちょうど12時ですよね。で、はい、スパークルの基礎はこれで終わりにしますけども、何かまたご質問があればよろしくお願いします。あとはこれですね、スパークルソン、つい今週の月曜日火曜日もやってましたけども、スパークルソンに来ていただくとより詳しいスパークルの内容ですとかトリプルストアについて情報交換共有することができるので、ぜひ参加していただければと思います。何かありますか。大丈夫ですかね。はい、じゃあこれで一旦スパークルは終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。